ヒラノ仕様、香港でのファッションショーでファレル・ウィリアムスとの感動的な対面。ナンバー、愛のヒラノ仕様が、香港で開催された、ルイ・ビットン、2024プレフォール、メンズファッションショーに出席し、世界的音楽プロデューサーであるファレル・ウィリアムスとの感動的な対面を果たしました。彼は自身のインスタグラムでこの貴重な瞬間を報告し、その様子に多くのファンが興奮の声を上げました。記事では、 ヒラノ仕のファッションショーへの初参加や、アレル・ウィリアムスとの交流に加えて、ファンの感想やコメントに焦点を当てます。香港で開催された、ルイ・ヴィトン、2024プレフォール、メンズファッションショーに登場したヒラノ仕が、自身の初めてのファッションショー出席をインスタグラムで報告しました。2024年春夏メンズコレクションのアイテムを身にまとった彼は、会場の装飾、登場したルック、 そして最後の上空の演出まで、瞬きを忘れてしまうくらい素敵なショーでしたとコメントしました。平ヤは、音楽とファッションが見事に融合したこのショーに感動し、パレル・ウィリアムスが生み出す新しいコレクションを見ることができ、終始魅了されましたと続けました。このコメントは、彼がファッションに対する熱い興味と感動を表しており、ファンにとっても彼の成長と多彩な一面をうかがわせるものとなっています。さらに、 ヒラノはアレル・ウィリアムスとの2ショットを公開し、彼との特別な瞬間をファンと共有しました。写真には、ハートのサングラスをかけたウィリアムスと笑顔で映るヒラノの姿が捉えられています。このツーショットに対して、フォロワーたちは、胸熱なツーショット、夢のような素敵な時間の共有ありがとう、かっこよすぎ。 紫輝くんが世界に羽ばたく瞬間をリアルタイムで見せてくれて素敵な景色を見せてくれてありがとうといった賞賛のコメントが殺到しました。ENCOUNT 編集部としても、平野紫耀の香港でのファッションショー出席やパレル・ウィリアムスとの交流について、ファンの反応とともに独自の視点でレポートしていきます。ファッションショーへの初挑戦、香港でのファッションショーへの初めての参加に関して、 平野は独自の視点からその感想を述べました。彼が、瞬きを忘れてしまうくらい素敵なショーと表現するほど、ファッションショーは彼にとって感動的で特別な経験だったようです。一流のデザイナーたちが手掛けた2024年春夏メンズコレクションのアイテムを身にまとった姿は、平野のファッションへの興味をより深め、ファンにも新たな魅力を見せつけました。また、会場の装飾や登場したルックに対するコメントからは、 平野が細部にまで注目し、芸術的な要素に感動していることが伺えます。このようなファッションショーへの感受性は、彼が単なるアイドルだけでなく、芸術や文化に対しても深い理解を持っていることを示しています。ファレル・ウィリアムスとの感動的な対面。ヒラノがファレル・ウィリアムスとの特別な対面を報告すると、ファンたちは大いに興奮しました。ファレル・ウィリアムスは、音楽プロデューサーとしてだけでなく、 ファッション界でもその才能を発揮しており、彼との交流は平野にとっても特別な瞬間となったようです。インスタグラムに公開されたハートのサングラスをかけたウィリアムスとの2ショットは、ファンから胸熱なツーショット、夢のような素敵な時間の共有ありがとうといった賞賛のコメントが相次ぎました。これは単なる芸能人同士の交流以上に、ファンとアーティストとの瞬間を共有する意味合いが強く、 平野がファンとのコミュニケーションを大切にしていることを伺わせます。ファンの感想とコメント。平野のインスタグラムに寄せられたファンの感想やコメントは、彼の人気と支持の大きさを物語っています。ファンは彼のファッションショーへの初挑戦やアレル・ウィリアムスとの対面に対して、熱烈なコメントを残しています。その中には、 紫輝くんが世界に羽ばたく瞬間をリアルタイムで見せてくれて素敵な景色を見せてくれてありがとうといった平野がファンと共有する瞬間に感謝する声が多く見られます。一方で中央体恐怖症人見知りなのにものすごく頑張って見てきた素敵な景色を共有してくれて感無量といったコメントは平野が自身の弱点を乗り越えてファッションショーに参加し その経験をファンと共有する姿勢に対する賞賛の言葉となっています。これは単なるアイドルとしてのファンサービスを超えて、平夜が自らの成長や挑戦をファンと共有することで、彼とファンとの絆がより深まっていることを示唆しています。結論。香港で開催された、ルイ・ヴィトン、2024プレフォール、メンズファッションショーに出席した平野仕様が、アレル・ウィリアムスとの感動的な対面を果たし、 その様子を自身のインスタグラムでファンと共有しました。彼のファッションショーへの初参加や、パレル・ウィリアムスとの交流に対するコメントとともに、ファンから寄せられた感想やコメントが注目を集めています。平野のファンとのコミュニケーションの大切さ、ファッションやアートに対する彼の感じ性、そして彼が自らの弱点を克服し、成長していく姿勢が、記事全体を通して浮かび上がってきました。これらの要素が彼のファンを魅了し、 彼自身の多面的な才能を示しています。香港のファッションショーでのこの特別な経験が、平野仕様の新たなる飛躍を予感させるものであることは間違いありません。